見た目はまるで宝石がついた貴金属の山。でも今回は一味違います。6章、謎の刻印、そして全滅の予感。これ本当に銀、金、いやメッキすら怪しい。でも絶望の中からまさかの発見が。指輪だけじゃない、ピアスやネックレスも含めて一番貧相に見えた。変な刻印や刻印すらないアイテムが実は本物の金だったんです。驚きの真実をぜひ最後まで見てください。どうもジャンク鉱山ラボです。毎度のことながらヤフオクのジャンクの山から発掘したやつです。この動画でわかることは、1. 金色の指輪やネックレスは金なのか、2. 検査の様子、金かどうかの判定作業、3. いくらで売れるのか、以上の3点です。これらを高価な機材は使わずにできる範囲でシンプルに検証します。まずは重さを測るね。これが一番大事だから。やべえ、指輪が抜けない。とりあえず他のやつからにしよっか。宝石がついた金色の指輪とかネックレスとかたくさんあるよ。やっと抜けた。さあ何グラムあるのかな。おお、39グラム。いやあ40グラムだ。もしこれが18金なら1グラム12000円くらいだから48万円。ああマジか、今日はもうこのままキャバクラ号言うか。まあそうは言ってもジャンク鉱山ラボでは過去に何度も煮え湯を飲んでるからね。この程度じゃ浮かれたりはしないよ。なぜならあんまり期待しすぎると押し違ってた時辛すぎるんだよね。というわけでこの金色のジャンクなスクラップが一体何なのかしっかり検証していきます。まずはこの青い宝石がついた指輪から拡大して見てみよう。おお、綺麗だ。だけどなんか色が随分黄色いなあ。刻印はああなんだこれ、GF シルバー。なんか端に針みたいのがあるね。作りが随分雑というか適当な感じ。 GF シルバーって一体何なんだろう。まさかゴールドフィールドなシルバーってことを金じゃなくて銀なのかな。まあ今日は数が多いから次行ってみよう。綺麗な深い赤色の石と巻石もついてるね。巻石ダイヤかな。刻印はと、ああ925と、なんか変な読めない刻印。この読めない刻印、不安になってきた。しかも変なシミもあるし。じゃあ次。おお、これはなんか良さそう。小さい石がしっかり爪で止まってる。ダイヤかな。しかも爪周りは銀色、金とプラチナのコンビかも。 USB 顕微鏡で石を見てみよう。なんか石に対して爪がやけに大きいな。まあいいや、刻印を見てみよう。ああまた925と変な刻印か。なんだこれ、全部同じシリーズなのか。しかも刻印が適当、はっきり見えないな。もういいや、どんどんにこう。今度は薄い黒い石がついてるやつ。作りはうわ、またなんか変なシミが。わ、内側にも黒いシミが。なんなんだろうこれ。しかもまた薄めのシルバー刻印。銀が黒く酸化してるってことかな。でもこれ少なくとも表面はメッキっぽいよね。パッと見た構造はいかにも貴金属って感じなんだけど、なんか怪しいな。今度は小さなカラーストーンがついてる指輪。見た目は普通に
デザイン化はいい感じだね。でもダイヤとかではなさそう。色も悪くないけど、ああまた変なシルバー刻印。うおー、これ全部同じシリーズなんじゃないの。今度はイヤリング、これも同じ黒っぽくなる現象が起きてる。しかもまた変な刻印、 KYLO って書いてある。空気読めない系かな。なんかうっすら925みたいなのが見えるっぽい。次はさっき抜けなくなった指輪、特に石もなくて作りもちょっと荒い感じかな。傷がめっちゃ多いね。あれれ、どこにも刻印がない。かなりよく見たけど刻印はなかったよ。今度はペンダントトップ、うわー、いきなり6章発見。やだな、これは良くない兆候だよ。六章ってのは銅とか真鍮の合金とかでよく見かけるやつなんだよね。ああもしかして今回は見た目の豪華さに反して全部ダメなやつなのかな。まあ最悪でも銀が取れればいいんだけど。おっ、これは SV と001の刻印があるね。001ってのは石名、つまり石のサイズのこと。でもどの石のことなんだろうね。 0.01 カラットって相当ちっちゃいよ。まあこれか、また石に対して爪が大きいな。これじゃあ石が見えないよ。じゃあ赤い石のついた指は925の刻印だけど、本当にこの黒っぽい石に全部についてるね。それから黒石のペンダント、かなり荒い作りだ。しかも刻印なかったし。次ピアス、これはキャッチとかちゃんと見た方がいいね。おお、あった刻印、これは K18 だ。今回初の K18 刻印だ。でもすごく小さいね。ポストにはないのかな。ないね。まさかキャッチだけが金ってことを。さあラストは金色のネックレス。これで最後だけど、今のところ大した収穫はないから、ここらでなんとか挽回したい。なんか OR って刻印があるんだけど、 OR ってなんだろうね。見た目の色とか作りは結構いい感じなんだけど、OR ってまさか OR ってことか。キー OR ネッキー、バカにしてんのかよ。ああかなり見えづらいけど 14KT かな。 14KT イタリー、海外製品なのかも。あと K じゃなくて KT 刻印ってのも一応あるんだけど、 KT はカラットのこと。金の品位をカラットで表現することもあるんだよね。14カラット、つまり14金ってことかも。かなり見づらい刻印だったけどね。あ、引き輪にも14金の刻印があったよ。見づらいけどちゃんとある。今までの流れ変なの真っ赤だったからな。現段階では何とも言えない。改めて見るとパッと見宝石がついた貴金属の山に見えるんだけどね。なんか銀さえも怪しいかも。暗雲立ち込める中、やることは一つしかない。破壊検査だ。それもかなり徹底的にやらないと。ということでまずは試金石に削ります。この板に削って削り跡を確認してテスターで検査します。今回はいつもより強く削るよ。削り跡は悪くないね。いかにも金っぽい。ではテスターを使います。反応ないね。これだと
金の可能性が高いんだけど、ただもともと変なシルバー刻印だったからね。金ってことはないはずなんだよね。ということで本体にも直接つけてみる。目立った反応ないね。よし、切断してより内部を確認しよう。あれ、曲げたら折れた。断面を見ると内部がネズミ色です。やっぱりか。でもこのネズミ色ちょっとシルバーっぽくないんだよね。今度は断面に直接テスターをつけて反応を見てみよう。なんかちょっと泡の反応がある。もしかしてシルバーですらないのかもね。じゃあ他のもやってみよう。ああ、これもちょっと反応してるね。もし銀だったらこんな泡出ないんだけどな。銀だと白っぽくなったりはするんだけど、なんか今回のは全部ヤバそうだね。キャバクラどころか発泡酒すら無理かもしれない。もう全部切って確かめちゃおう。うわぁ、しっかり反応してるね。これは何かしらの金属に通常より熱いメッキをかけたやつだな。実はね、刻印の GF、 これはゴールドフィールド、メッキとか金張り製品によくある刻印なんだよ。だけど今回は GF にシルバーって書いてあって、つまり本来は銀にメッキや金張りをしたものってことなんだと思うけど、これ銀じゃないっぽいね。まあもしかしたら低品位の銀ってこともありえるけど、現段階では何とも言えません。他のもね、みんな微妙に反応が違うんだけど、かなり激しい反応のもあるよ。これはさすがに銀じゃないよね。ああ、今んとこ全滅だね。このイヤリングもかなり削ったけど、削り跡は反応しなかったから、多分表面だけにわずかに金が使われてるんだろうね。まあメッキっていうか金張りっていうか、今って金がものすごく高いから、メッキ製品の製造コストもめちゃくちゃ上がってて、金メッキも金の色を全く使わずに完全に治療色だけで金色を再現した金色メッキってのもあるんだ。そういう意味ではこれはコストのかかった高級メッキ製品ではあるんだけど、中身のシルバーが怪しいというか多分ダメ。つまり刻印と中身が一致しない怪しい製品ってことになるね。これはきっとまだ金が安かった頃の製品なんだろうな。さてイヤリングが硬くて切れない。じゃあこれを使おう。ボルトクリッパーとかワイヤーカッターって呼ばれる工具だよ。大手の地金商なんかだとこれよりもっと大きなカッターが置いてあるんだけど、うちはこれが最大サイズです。でも結局切れなかったから、ペンチでグネグネして割れるのを待つことにするよ。お、折れた。銀白色ではあるんだけど、テスターが反応してます。ピアスのキャッチはテスターの検査でも金である可能性が高いことが分かりました。ピアスの本体はダメだったけど、驚いたことにポストは刻印がないもののテスターが反応しなかった。だからおそらく金のようです。あとは刻印のない指輪、これも一応切って中を確認してみよう。削り跡には反応なし、色もすごく綺麗です。テスターを切断面につけても反応なし。世の中わかんないもんだね。全然刻印のない今回一番貧相に見えた指輪が
菌である可能性が高いことが分かりました。さて最後は14ケーキのネックレスです。海外製品ってことで日本ではあまり馴染みのないカラット表記の刻印ですね。さあ一体どうなるんでしょうか。削り跡は OK、 本体に直接テスターを当てると反応しない。これも金である可能性が高いね。正直本当に14金かどうかまではわかんないけど、いかにも貴金属っぽい奴らは全滅でした。こうしてみるとゴリゴリの貴金属スクラップに見えるのですが、検証結果は残念なものとなりました。しかしわずかだけど今回も収穫がありました。これらの見た目はあまり豪華ではありませんが、本質的な価値はこちらに軍配が上がります。では計量していきましょう。 K18 が 0.14g、 14KT が 0.99g、 そして刻印なしの指輪が 1.89g、 残りは石付きの怪しい指輪たち。めんどくさいからまとめて測ります。 36.7g。 さあこれで全て揃いました。最後はスクラップの査定結果発表です。一体いくらになるのか。 K18 が 0.14g、 14KT が 0.99g、 そして刻印なしの指輪が 1.89g。 今後もこんな感じの動画を作っていく予定なので、もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。